小平市。小平市は、東京都の多摩地域北部にある人口約19万6千人の、市、武蔵野大地の西側に位置する。市域は、底辺の長い雷景の形をしており、小平という地名の通り、起伏は、あまりない。市域の東端に石寺川の源流があるが、それ以外の地域では水を得ることが困難であった。しかし、江戸時代に、多摩川上水が解散され、 そこから分水を取ることが可能となり、初めて開拓の条件が整った。また、日田開発により、集落が形成されてきた。市内には、玉川上水の遊歩道、小平霊園など緑が多い。かつては風による被害を防ぐため屋敷林、防砂林が植えられており、市内には保存木に指定されているものがある。1931年に、今の津田町に移転した。 津田塾大学の最初の工事は、防リ林の植樹であった。交通は、東京の中心へ向かう大梅街道、五日市街道、西武鉄道新宿線及び、灰島線が市を東西方向に結んでいる。また、南北方向には、小金井街道、府中街道に加えて、西武鉄道国分寺線、多摩湖線、JR 武蔵野線が通り、所沢、国分寺方面等に連絡している。 市内で初めて鉄道が通ったのは、明治時代の川越鉄道、現在の西武鉄道国分寺線で、府中街道に近い小川駅が開設された。市内には、旧日田時代の地名である小川、鈴木、大沼、等が残るほか、江戸時代終わり徳川家の高場があったことに由来する、高野代、1883年、明治16年の明治天皇行行に由来する、 三ゆきの地名等ある。地域は、武蔵の大地でも推理に乏しい地域で、高校遺跡は、旧石器時代の鈴木遺跡や、奈良時代から、平安時代の竹穴住居跡が見られる八小遺跡が、わずかに分布しているのみ。律令成果では、武蔵区に多摩郡に属し、関東である東山道武蔵路が、中世には、鎌倉街道上道の道筋が、南北に通過しているが、 近世までで安定的定的住は困難であったと考えられている。五百九十年に徳川家康が江戸に入植したのを機に、江戸城追記のための資材を運ぶ、運搬路が多く整備され、大梅から江戸までをつなぐ大梅街道も整備される。上皇元年十一月六百五十二年、水不足解消のため老中の松平信綱によって、上水の改作が計画され、 翌年、六百五十三年から工事が開始され、六百五十四年に玉川浄水が完成する。六百五十五年に松平信綱が家臣の安松金衛門と小畑助左衛門に命じ、玉川浄水から分水した伸び止め用水を四十日かけて完成させる。周辺地域の水問題解消を経て、六百五十六年に武蔵国玉郡岸村。 現武蔵村山市の講師、小川黒兵衛が江戸幕府に開拓の許可を出願。1657年から小川村として開拓し、大梅街道に沿って小川用水を整備し、小川神殿として神殿開発を行う。その後小川村を中心に諸村が形成され、大梅街道沿いに小川塾が設置された。地域では武蔵の大地で特徴的な街道を挟む。 短冊掲示割が残り、救命主化の地方文書も数多く現存している。また、遠方6年、1678年には、尾張徳川家の高場が設置された。高の街道や高の大の地名はこれに由来する。教法の改革では一部は、武蔵野神殿に属していた。明治時代以降も、都心郊外の純農村地帯であった。明治時代初めの一時期、 玉川上水を利用した周運が行われ、明治期には鉄道誘致運動が盛んになった。中央線小川駅設置計画はルートが南方に変更されたため挫折したが、明治27年に川越鉄道、西部国分寺線の小川駅が開設され、昭和初年には西部新宿線、西部玉子線がそれぞれ開業した。関東大震災後には学園都市と銘打って、 現在の学園東町、学園西町付近の宅地開発が行われ、昭和初期には女子英学塾、現津田塾大学などの学校や病院度も設けられた。陸軍経理学校などの軍事施設も置かれ、次第に人口は増加したが、1944年に調整が敷かれた当時も大半は農地、畑であった。戦後には都心部の住宅難に対応するため、 都営住宅の建設が進み、高度成長期にはベッドタウンとして人口が急激に増加。団地、観光庁住宅の建設や民間による宅地開発が進み、スプロール現象も見られた。ブリジストンや日立製作所などの工場、大学や専門学校など教育機関も増加した。昭和48年に武蔵野線が開通。急激な都市化の進展に対して、 都市基盤の整備は遅れがちであったが、下水道の敷設、駅周辺の整備や、土地区画整理も行われた。1889年の七村合併の際に、当時の中心であった小川村の省と周辺地域が、武蔵の大地上にあり平らな土地であったことから、小平の名が付けられたとされる、下水が完備されていない時期は、船で移動るほどの洪水があった。2005年に、 夜間人口、居住者は18万3775人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は16万499人で昼は、夜の0.873倍の人口になる。夜間に比べて昼の人口は2万3000人ほど減ることになる。通勤者、 通学生で見ると市内から市外へ出る通勤者52,528人、市外から市内へ入る通勤者は28,485人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、しかし学生では市外から市内へ入る、通学生は11,109人で市内から市外に出る、通学生13,42人と学生では、出入りはきっ抗している。東京都編集。 東京都の昼間人口2 0 0 5号平成20年発行154,155ページ国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳の者を含め昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる。小代市では一部の区域で 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名等欄で下線がある。町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。なお、天神町に町名には一部に住居表示未実施の区域がある。郵便番号、2017年の区割変更により、 東京19区に属していた国立市が東京21区に変更になった。産業分類別の就業人口比率は以下の通り2000年現在、野菜、果樹、花、植木が栽培されている。特産品はウドと梨、ブルーベリー。特にブルーベリーは経済栽培が小平で始まったことから市を代表する特産品となっている。東京小平市。 山梨県北杜市、茨城県つくば市が日本三大ブルーベリーの地として有名である。地域の広さに比べバス事業者の数は多い。事業者の枠を超えて、小平市公共交通マップが作られているほか、市内を走るバスタクシー事業者が集まるイベント、バスとタクシーの広場イン小平、小平市ほか主催が5月に、ブリジストン東京工場駐車場にて開催されている。 コゲらまんじゅう、くり入り、写真等は、古代市ホームページを参照されたい。出身者や市民、元市民の人物、五十音順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。